エレベーターの儀式。高校時代、俺は10階建ての団地の10階に住んでいた。その団地はすごく有名で、別名がヤンキー団地とか自殺団地とあまりいい名前がついていなかった。団地は10階建てと13階建てがあり、友人が知り合いから聞いた噂で、夜中3時頃に13階建ての方のエレベーターで7階へ行き、その後あることをして5階に行き、さらにあることをして3階に行く。そして階段で4階に上がると幽霊が見れるという噂。学校帰りにその噂でみんなで盛り上がっていました。そんな簡単に幽霊が見れるのであれば、今まで幾度となく行った心霊スポットは何だったんだ、と笑いながら話していると、自宅の1階のエレベーターホールに到着したので、その話は終わり、友人と別れを告げてそのままその日は帰宅しました。そんな話も忘れたある秋の日、下校途中に友人が、知っとる？あそこ、また自殺したってさ、と話しかけてきました。13階建ての団地の近場を通ると、自転車置き場の横の砂利のところに花束が2本置いてあり、少しゾクッとなった。その時友人の一人が、なあ、あれやらんか？と言ってきた。あれって？と聞き返すと、幽霊を見ようと言い出す。彼以外みんなさすがに花束を見た後すぐだったために乗り気はしなかった。それでも彼は、ねえ、いいやん。怖いん？この前の霊園とか滝に比べたらへでもないって。だって人が住んどるとこやし。と煽る。やめておけばいいものの、なぜかイラッとしてムキになって。おう、いいぞ。そん代わり、お前が言い出したんなら、あれは全部お前がやれよ。俺らはついていくだけ。それでもいいか。と言い返して、彼も了承し、日にちを話し合い、その次の土曜日の夜に決行することに。土曜日に集まったメンバーは、決めた時にいた5人と、後で話を聞いて加わった友人2人で、合計7人。言い出した彼を S とします。S 以外の俺を含めた3人は、みんな10階建ての団地に住んでおり、他の3人はすぐ近くの別のマンションに住んでいる。S の家は少し離れた場所の一軒家。誰も13階建ての団地には住んでいない。一応親には、S の家に泊まりに行く。とだけ言っており、肝試しを終了後には、実際に S の家に泊まることになっていた。20時過ぎに集まって、0時過ぎまで外の公園で缶蹴りをしたり、花火をしたりして遊び、時間を潰した。0時過ぎに一度、S と俺ともう一人の友人で、S の家に儀式に必要なものを取りに行った。儀式に必要なものは2つ。塩と酒。それとは別に懐中電灯も持っていくことに。結局1時過ぎになり、全員で13階建ての1階のエレベーターホールへ。まずはエレベーターに乗り、7階へ行くことで始まる。そのため、エレベーターを呼ぼうとボタンを押すも、作動しない。何度押しても作動せずに、エレベーターは全く動かない。あれ？なんで？と思っていると、エレベーターの横の紙に注意書きで、1時から5時までの間は、鍵を使ってエレベーターを作動してください。といった感じのものが。
鍵を回して呼ぶとのことなので、10階の方の鍵でも合うかと試してみると、鍵は入った。そのままエレベーターを呼ぶ。3機のエレベーターのうち、左側の1機が動き始めた。都合よくそのエレベーターだけが、ドアの部分がガラスでできているために、向こう側を見ることができる。到着と同時に、7人が乗り込み、S はドア付近に。まずは7階を押して上へ上がる。エレベーターホールは電気がついているところもあれば、点滅しているところもあり、7階は電気が消えていた。少し気後れしながらも S に、おい、着いたぞ、と言う。まずは7階で、おーい、おーい、今から行くよ、ささやきでもいいので話しかける。その後、言った本人が、はーい、追いかけておいで、と言う。次に5階へ向かう。5階も電気は消えている。5階に着いたら塩をまく。そして酒を数滴エレベーターホールから下に垂らす。さすがに S も怖がって、おい、ついてこいよ、と前の方にいた友人2人を連れて行く。その間、俺を含めた4人は、ドアを開けて待っている。とにかく怖い。S たちは、エレベーターを降りて、前にある階段付近のスイッチを押すために前に進む。少し経つと、ピッピンと音が鳴り電気がつく。小走りで酒を垂らすために一度横の方へ。そして S たちが戻ってくる。彼らが乗り込み、3階のボタンを押して3階へ。その瞬間、ドーン、遠くから音が聞こえる。エレベーターが4階付近を通る。さすがに怖くて目を向けられない。外を見ることができない。そして、ウィーンという音とともに3階へ。最後に3階で降りたら、どこだ？上かな？と言って、4階に階段で上がればすべてが整う。ただ、S が降りない。というか、誰も降りられない。ここも電気が消えていて怖すぎる。誰も S に、行けよ、とは言えない。その時、友人の一人の K が、あのさ、気づいてる？と言い出す。何が？と聞くと、彼は真っ青になりながら、いや、気づいてない？とさらに言う。そうするともう一人が、俺、わかったかも、と言い出す。わからない俺や S や他の友人は少し責めた口調で、やから何がやって、と聞く。すると K は、俺ら初めに7階に行ったやろ、と言う。俺らが7階に行くまでに通る回数は1階を抜けばここやろ。で、7階に登るときに電気が消えてるところが何回あったと思う？と K は今にも泣きそうな声で言う。正直もう聞きたくなかった。ゼロやったんね。最後に、4階に行くって言っとったやろ。それで、3階も4階も5階も気にして外を見とったんやけど、4階だけ点滅で、他はもともと全部ついとったんよ、と言い出した。背筋が一気に伸びる。さーっと血の気が引き出す。
俺らが7階で儀式をスタートした後、各階の電気がついていた記憶はない。続けて K は、しかも4階は点滅してたって言ったけど、なんかスイッチのところに人影が見えた。連打してつけたり消したりを繰り返してるように見えた。と話す。お前いい加減にしろって怖がらすなよ。と言うも、K は青白い顔で首を振る。もう一つ、ここ3階のはずやのに、2階に泊まっとる。と、K が指を指す。表示を見ると2階で点滅している。S が、いや、間違えただけやって。ビビって3階じゃなく2階をしてしまった。と言うも、他の友人が、いや、確かに3階をしたの、俺、見たよ。と言った。その最中に、S がいきなり、と声を漏らす。エレベーターホールに向かって、誰かが来ている。トン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 、と、音が近づいてくる。怖くなりすぐに閉めるボタンを押すも、行き先を押していないため移動しない。怖くて誰もドアの外を見れない。早く一回押せと言うと、 S が焦ってボタンを押す。その瞬間、ドーンポンドーンポンドーンポンと音が大きくなり近づいてくる。エレベーターが動き始めたが、心臓がバクバクして皆顔を見合わせるのみで、外は見れない。一階に着いた瞬間に、一斉に逃げるようにホールへ出る。でも、何かがおかしい。一階のはずなのに、何か違う。急いで降りたそこのホールのプレートは、3階の表示。S は、あれ？俺一回押したよ。ねえ、俺一回押したって。半泣き状態。 K は K で、なんで？なんなん？とパニック。とりあえずエレベーターを呼ぼうと鍵を差し込むも、エレベーターは上の階に行き始め、一度4階で止まったのか、4階の表示が長く続き再度上へ。そのため戻るのを待つ羽目に。他のエレベーターは動く気配がない。待っていたその瞬間、ドーン、ポンポンポーンといきなりの音。階段付近から何かが音を鳴らしてきているような音。みんな怖くて動けない。 S が、あー来るな来るなと気が狂ったように言い出す。俺は、おい、とにかく向こうの階段から逃げるぞ。と言い、S の肩を引っ張った後に走り始めると、全員そこに向かい走る。3階から2階へ。そこで上から何かが落ちてきた。ヒュンと上から落ちてきたものと目があった。人だった。一瞬のことだったけど、全員が見た。にやっと笑っているように見えた。そして、ドーン！と、下で音が鳴った。もう動けなかった。下には行けない。上に行こうとは思わない。どうしようもないこの状況で、2階と3階の階段の間で立ち尽くしていた。すると、ポーン、ポーンという音が2階の方から近づいてくる。再度パニックに。明らかに音は2階から近づいてくるため、急いで3階へ登り、逆の塔の階段へ。
そこから一気に降りて1階へ。1階に着いたら、すぐに明かりを求めてなぜかエレベーターホールへ。そして出口へ向かおうとした瞬間、俺を含めて4人だけが見た。ホールの階段で、人の生首のようなものを手まりのようにしながら、ぐちゃぐちゃの何かが降りてきているのが見えた。すぐに外へ逃げ出す。とりあえず走りコンビニへ逃げ込む。知り合いのバイトの兄ちゃんに、人が飛び降りたかもしれん、警察呼んだ方がいい？と伝える。お前ら高校生がこんな時間に何しよるかってなるぞ、と言われる。とりあえず本当に落ちたか見たか、それとも落ちた後のか、と言われると、友人の一人が、もういいって、関わらん方がいいって、と全員に向かって言い、無視することに。その後明るくなるまでコンビニで漫画を読んだりしながら、明るくなったと同時に S の家へ向かう。その後昼過ぎまで寝て、起きた後その話になった。本当に怖かった、出口で見たやつが気持ち悪すぎた、と話をしていると、残りの3人は全く気づかなかったらしい。ただ S が、あれ不細工やったし俺やったかもしれん、と少し笑いながら言い、みんなを笑わせていた。その1年後の受験勉強真っ只中の時に、13階建ての団地から S は自殺した。 S の葬式には行ったけど、 S の母親は遺書に何か書いてあったのか、俺たちにはとても冷たく、挨拶したらすぐに帰りなさい、と言われた。他の人たちにもそのような様子だったが、 K は挨拶って、と言いながら、俺らが S と仲良かったのに助けになれへんかったのは悔しいな、と泣き崩れた。俺は高校を卒業し、大学進学でそこを離れ、大学2年の時に親はそこから引っ越したので、高校卒業以来全くそこには近寄っていない。最近 K ともう一人の友人に会った時にその話を思い出した。俺と K とその友人と S が階段から降りてくる何かを見ていた4人だった。そこで三人で話をしていると、四人が全く同じものを見ていたことを知った。S は死ぬ前に、俺かもしれん、と冗談のように言っていたが、俺を含めた三人も、ポンポンと手まりのように疲れていた生首が、S の顔にそっくりだったと思っていたようだ。結局遺書は見てないから、何が原因かはわからないけども、S は自殺する前日まで、俺らと普通に遊んでいるし、何も変わったことはなかった。面白半分で始めた肝試しだけど、あれが原因だったなら、やるべきじゃなかった、と思わずにいられない。それと、あの時に上から落ちてきた人は本当に自殺だった。もしかしたら3階で逃げ出そうと思った時にエレベーターが勝手に上がり、4階で一度止まり再度上に行ったエレベーターの中にその人が乗っていたのではないか。と思うと、二度とあの場所には近づきたくない。エレベーターの儀式。はい、どうも。建物にまつわる怖い話その2をご視聴いただきましてありがとうございます。
ゾウと申します。怖い建物というか不気味な建物が、関西のある島にありまして、建物と言っていいかわかんないんですけど、めちゃくちゃでかい仏様が立ってるんです。もうこれだけでちょっと関西在住の方わかっちゃうかもしれないんですけど、本当にね、飛行機とか乗ると見てわかるぐらい大きくて、でこれすっげえ面白いのが、個人で建てたんですって。で、台座の部分が3階建て4階建てぐらいの建物で、各階に、いろんな美術品のレプリカか何かを飾ってたらしいです。昔ちょっと肝試しで入ったことがあるんですけど、その銅像、仏さんの足元になんかね、本物の SL があって、でしかも自由の女神も確かあったかなっていう、なんかよくわかんない世界観なんですよね。で玄関に入ると目の前にエレベーターがあって、多分線も切れて下に落ちちゃってたと思います。でまあ友達何人かと上に上がっていったんですけど、そこにまあ今はちょっと思い出したんですけど、ちょっと怖い話があったので、これ別のタイミングですいません話すことにします。まあその建物本当に近くに行ったらもうすぐわかるので、ちょっと見てみてください。面白いのが、多分胸のあたり、仏さんの胸のあたりまで階段で登れたような気がします。僕たちはちょっと入ってないんですけど、違う人たちが入ったって話も聞きます。ただここ今も多分管理してる人がいらっしゃると思うので、むやみやたらに入れないようにだけ気をつけてください。それでは建物にまつわる怖い話その3でお会いできましたら幸いです。ゾウでした。ほなほな。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。登録者数が、キリのいい数字になりましたら、ゾウが体験したもしくはゾウの友人が体験した怖い話を載せようと思っております。よろしければチャンネル登録、ツイッターの登録等よろしくお願いいたします。ほなほな。